オーストラリア本土オーストラリア本土は単独の大陸海としてのオーストラリアのことであり、オーストラリア大陸からタスマニア島など付属の島を除いた陸地のことである。オーストラリア本土はオーストラリア連邦が支配する領土の本土を構成する。大陸オーストラリアともいい、この用語はオーストラリアの領土から大陸の付属島や大陸から離れたところにある。 領土を除外するための地理的な意味で使用される。この用語は一般的にニューサウスウェールズ州、ビクトリア州、クイーンズランド州、西オーストラリア州、南オーストラリア州、ノーザンテリトリー、オーストラリア州と特別地域、ジャービスワン特別地域を指すのに使用される。この用語は通常タスマニア州とそれ以外の州との関係に言及する時に使用される。 タスマニア以外の人々は、本土人と呼ばれる。オーストラリアの地図からタスマニアが省略されることは、しばしばあり、タスマニアと本土の境界をより強く意識させる。1982年に、ブリスベンで開催された、コモンウェルスゲームズの開会式において、一文字で、オーストラリアの地図が描かれたが、タスマニアが省略されてしまっており、論争となった。 同様のことが2014年コモンウェルスゲームズのオーストラリア水泳チームのユニフォームのデザインでも起こった。オーストラリア本土の面積は7595,342平方キロメートルで、オーストラリアの国土の約98.7%、地球の表面の1.5%を占めている。人口は約2,450万人で、オーストラリアの人口の98%である。 ありがとうございます。